なんでこんなに好きになっちゃったんだ、この勇者を。ネタバレ注意。今回は早々のフリーレン、勇者ヒンメルという名の生涯独身で一人のエルフを愛し続けた真の男に対する反応集を紹介していきます。よければチャンネル登録と高評価、コメントで応援よろしくお願いします。それではどうぞ。ヒンメルかわいそうすぎるね。でもハゲるんだよね。エルフは皆恋愛に疎くて鈍い、そうなんでエルフに入れ込むと皆こうなるんだろう。ヒンメルはどんな思いでフリーレンが訪れるのを50年待ってたんだろう。一途すぎだろ。ダエルフに化粧なんてしなければ、余生は子供作り放題のボーナスタイムだったのにな。普通に告白しとけばフリーレンも今みたいに人の気持ち理解してくれたんじゃないの。子供の頃に命を助けられたばっかりに。でもフリーレンに入れ込んでなければ魔王を倒すまで頑張れなかったんだ。ヒンメルは心身ともにイケメンで俺そっくりだな。ヒンメルがこんなにバカにされてるところ初めて見た。アウラ成仏しろ。漫画読む前まではキャラデザでいけすかないイケメンキャラだと思ってた。男が見ても顔も性格もイケメンとかずるすぎる。勇者の剣を抜けない勇者なのがかっこいい。剣の下の岩を破壊したらダメなのか。エルフは人の心がわからないから。ヒンメルはすぐに死んじゃうでしょ、トカスの表情で言うぞ。冒険終わった後、実はしれっと遊び倒して独身だけど子孫はそこら自由にいるとかだったりして。ヒンメルはそんなことしない。なんでみんな独身なのかな。アイゼンは妻子がいたぞ、過去形というか明確にヒンメルが独身だったって描写はないじゃない。ないじゃない。ヒンメルはフリーレンと幸せな結婚したじゃない。幻覚。ヒンメルピュアすぎないか。フリーレンの嘆き室でノックアウトできるからな。なお他の相手には効果はない。死後も忘れられないために全国には回顧録の銅像を乱立してとか、その努力を告白に使えと言いたくなる。まずは興味持ってもらってからじゃないと。100年以上は引きずっててほしい。魔王討伐の英雄で女なんて不自由しないはずなのに、生涯独身でハゲチビになっても最後まで一人のエルフを愛し続けた真の男やぞ。仮にヒンメルと結ばれてもエルフにとって50年なんてほんのちょっとの期間だし、一緒に老いて死ぬのは無理じゃない。フェルンとシュタルクも結婚しないままシュタルクが先に死にそう。20歳くらいでソリテール殺してる。フェルン一級魔術師も化け物だよ。育ての親がハイターらしさもありな。束縛もしない、見返りも求めない。アニメはいい演出だった。指輪をはめてる時に街の鐘の音が鳴るのが憎いね。討伐以来の活躍を理由にしてるけど、自分が送りたかっただけだよねこれ。そりゃそうよ。アニメではさらに一歩踏み込んで露店でいい店見つけたっつってたろ。それがなんで宝石店なんだよって話だ。今時はすぐに勇者とかを闇落ちさせたがるが、ヒンメルはこの作者じゃなければ闇落ちしてそうなくらい不憫だったりする。ヒンメルは光属性だからな。水属性みたいなカラーリングしやがって。死んだやつらいくらでも光り輝かせていいと証明する漫画だな。死ぬ前から光り輝いていたから。しょっちゅう飲酒してたハイターよりだいぶん早く死ぬし、ハゲる健康な人生を送ってそうなのにな。若い頃の無理がたたったのか、ハイターの肝臓が異常に頑丈すぎるのか。あの容姿になる年齢まで生きれば人間としてはむしろ健康な方ではないかとハイターは人外。フリーレンが預けてた暗黒の牙みたいなのに呪われたんじゃないかな。ヒンメルがフリーレンたちと別れた50年の間にも人助け続けてたんじゃないかね。クバールの封印、毎年見に行ってただけじゃないと思う。ハイターがヒンメルが長生きしてたらもっと多くの人を救えたって言ってたから、きっとそうだろうね。まずはフリーレンのために時間底の魔法を探す大冒険はしてるはずだしな。未来のフリーレンが人の心に触れて大切なものをたくさん見つけているのを知っているから。たとえ自分の気持ちが生前に伝わらないと分かっていても絶対に未来を変えない決意ができる男。ヒンメルがもっとフリーレンに積極的にアタックしていれば、100年後じゃなくて50年後くらいには気持ちが通じていたかもしれない。ヒンメルの寿命がエルフ並みにあれば500年後くらいには結婚してたかもな。ヒンメルを身内にしようといろんなお見合いが舞い込んでくるけど、全部断ってるうちに貴族の間でヒンメルの好みは何なんだって議論が起きてそう。若いのがいいのか、熟女がいいのか、まさか男がみたいな。まさかロリババアとは思うまい。人気投票も圧倒的1位だったんよな。人間の女性と結ばれたドワーフがずっと妻の故郷を守り続けてるエピソードがあるんやけど、これがフリーレンの別の分岐だったかと思うと辛い。種族同士の恋愛はこの作品では悲しい結末にしかならない。
現実の夫婦だって死別してからずっと独り身ですとかも珍しくないし、そこはあまり変わらないんじゃない。数年で日常からは消えていって、ふとした時に思い出して楽しかったり悲しかったりするようになるだろうけれど、それは悲しい結末とは言えないと思う。でも死別して妻の顔や声さえ忘れてしまうほどの年月が経つのは長命種族ならではじゃない。キスしに行ったフリーレンが中身入りなのか、ヒンメルの妄想具現化なのか。もらった指輪の意味を理解している未来のフリーレンなんだろ。だからヒンメルは自分が死んだ未来では思いがフリーレンに伝わってたことが分かって50年生きてきたんじゃねえ。普通に考えたら指輪の意味を理解して気持ちを受け入れてくれた妄想だろ。ヒンメルは普通に家庭を持って大往生だったと思ってたんだけど違うのか。タンスから暗黒の正気を垂れ流してる家に嫁ぐのはちょっと。そことは別に新築建てればよくね。ヒンメルの子孫を登場させてフリーレンをざわつかせてほしい。話が進めば進むほど1話の重要度と尊さが増していく。原作最新は今のフリーレンはヒンメルと結婚してもいいくらいに恋を理解しているのが悲しい。過去話でここまで株が落ちないのは珍しい。精神魔法にかけられてると理解した上で目つむってキス待ちしてるくらいにはフリーレンもヒンメルが好きやったんやけどな。なら多分生涯独身のワイも真の男やな。各地に銅像を残せるくらいの男になってくれ。今時珍しいレベルの心身ともに火の打ちどころがないイケメンで、すごい晩年ハゲると言っても顔立ちは整ってて身綺麗なままで年を重ねているしな。マーガイ戦終わったら即別れて、次は50年後の老人だからエルフ以外を愛してなかったかどうかはわからないけどね。仮に結ばれて50年連れ添ったらフリーレンもだいぶ変わると思う。ただそのせいでフリーレンが100年単位で引きずりそうだから未来がだいぶ変わりそう。ハイターは女神の加護とか有能すぎて酒関係なく寿命限界まで健康だったんだろうな。魔王を倒したからって田舎暮らし決め込んでいったけど魔王の残党はずっと暴れてたし、結局フリーレンが後始末するのが今のアニメだし、そこまでいい勇者でもなくないか。ヒンメル存命中は魔族はある程度隠れてたはず。ヒンメル没後に暴れる魔族が増えたんだろうな。ヒンメルがフリーレンと恋愛してイチャイチャしながら銅像を建てられればベストだったんだろうが、相手の時間感覚が違いすぎたのがな。10年旅しても最近会ったばかりの人扱いって、もう一目惚れでもさせないと無理やん。このイケメンがよ、本当に追い惚れてもイケメンだよ。原作を読めば読むほど1話のダメージは増えるんだ。俺みたいにな、マジで茶化せないくらい辛いんです。ちょっと寝込んじゃうかな。弱点が自分の銅像を作る際に時間をかけまくるぐらいしか思いつかない。それすらも真相を知ると長所でもあるのが強い。老いぼれてても目が澄んでるんだよな。フリーレンがハゲなんだからこだわっても意味ないよっていう前に、兄よりの表現でガラスに映った自分をじっと見てるんだよね。あの時ヒンメルは何を思っていたのか。自分の装備を見て旅路を思い返してるのかと思った。これだよね、かつての旅を思い出してる。良い描写だと思った。ハゲなりに年取った自分なりに好きな女性の前でカッコつけたら、これ言われる心中考えたらエルフってマジで魔族かなって思ったんだよね。でもそんなフリーレンを愛していたのがヒンメルなんだな。もちろんヒンメルがフリーレンにそういう扱いされても寂しそうな顔で、フリーレンらしいって言って笑ってそうな、いい男なのがなおさら辛いんだよね。葬式のシーンで泣いた。泣くつもりはなかったのに気づいたら目が潤んで、フリーレンが泣き出すのを見て耐えきれなかった。見る影も泣く、追いぼれてハゲて縮んでるのに死んでなお株しか上がらないぞこの勇者。ヒンメルの声すごく良かったね。老いてもかっこいいとわかる声の演技。正直老いたヒンメルは全然イケてないと思ってたんだけど、声聞いて考えを見直した。最後までかっこいい勇者だったよヒンメル。年老いても目元はイケメンのままだ。この壁は絶対傷つけられない。私たちの冒険ここで終了です。なんか剣を思いっきり叩きつけたら壁の一部かけたよ。これ脱出できるんじゃねという解決法を思いつく超脳筋勇者だからね。強いのもあるだろうけど、どちらかというと何してくるかわからない部分が大きい気がするな。アウラ vs ヒンメルがちょっとでも見れないかと期待してる。ヒンメルきっとフリーレンが好きだったんだろうな。やっぱり好きだったんだな。知ってタイヤ好きすぎないかヒンメル。お前フリーレンを愛してるがゆえに縛りつけなかったヒンメル、ほんまってなるよね。夜遊びは MV テロを即刻やめろ、死人が出るぞ遺言。ここの歌詞が映像込みで一番好きだよ畜生。わかるよ、ボロ泣きしたよ。
魔王を倒した勇者だからではなく、ヒンメルがヒンメルだからこそ慕われたんだろうな。だからこそあれだけの弔問客が集まったんだろうな。魔王を倒した後も人助けたくさん続けたんだろうなって思う。だから結婚したり特定のコミュニティに入ったりしなかったんだろうか。道草大好きのサイドクエスト全勝家系勇者だからね。しかもイケメンのお人よしでめちゃくちゃ強いんだ。どうして勇者の剣が抜けなかったんですか。勇者の剣、これ俺いらなくない。南の勇者が命を落として魔王軍倒しまくってくれたのが大きいとはいえ、五体満足で冒険を得てるの何なんだよ。そもそもお前は何と戦うのを想定して用意されたんだ。勇者の剣って強い剣というより抜いた人に、お前はちゃんと勇者として認められてるぞって背中を押す役目を持つ剣なんじゃないかと思ってる。それで最初から戦い抜く覚悟の決まってるヒンメルや南の勇者には抜けない感じで、だから強い割に自分に自信の持ててない善良な戦士とかいれば抜けるんじゃないですかね。戦闘描写見るとわけわからん動きしてるんだよな。魔族が反応できない速度で切りかかってる。何度でも願うけど、もし天国にたどり着けたらヒンメル側に告白させてあげてほしいんだ。アニメ見て改めて感じだけど、1話時点のフリーレンだと絶対に告白の重み伝わらなかったと思う。でも今のフリーレンならちょっと受け取り方違ってくると思うんだけどな。何よりあのまま思いを全て飲み込んで死んでいったのかわいそうすぎるでしょ。でもヒンメルは天国でおとなしく待つくらいなら生まれ変わって別人として、フリーレンに出会ってまた一から始めようとか考えて実行してそうなんだよな。そして前世と同じようにフリーレンの未来のために行動し続けるんだな。頼めばたった50年くらいフリーレンはとどまってくれただろうけど、多分それだと同じく悲しんではくれても、人の心を知りたいとまではいかなかったんだろうな。マジで一生お会いした人の未来のために捧げてやがる。アニメ勢の方々の鏡レンゲのシーンの阿鼻叫喚が今から楽しみですよ。フフフフ。サブクエスト全部やるダンジョンの分岐で当たりを引くと戻って他の分岐を探索する。本筋には直接関係ないディスカバリーも抑えるエンジョイかつやり込みが知勢と海流無敵すぎる男。でもね、そんなフリーレンが口にする勇者ヒンメルならそうするって言葉が好きなんだよね。勇者パーティーのみんなに勇者ヒンメルならそうすると言わせた男だ。存在感が違う。3人のヒンメルに対する信頼感よ。生まれ変わりへの期待も多いんだな。ただ生まれ変わっていた場合は魂オリオールにはいないよな。生まれ変わってフリーレンと生きてもよいし、フリーレンが人生を終えるまで天国で待っていてもよい。フリーレンの作者なら納得させてくれるという信頼がある。最終回で霊体になった僕もイケメンだろと言って再会してほしい。そこまで気軽に引っ越しする世界ではないだろうと思いつつ、50年後も同じところに住んでたのが好き。フリーレンが来るとき迷ったりしたら困っちゃうよな。奇跡なんてなくて二人は二度と会えず、存在は細切れになって世界に溶けて消えました。おしまい。だとしても現時点でかなりヒンメル優勝してない。ヒンメル本人が気づいてもらいたくて影響を与えたり像を残したんじゃなくて、自分の死後フリーレンを一人にしないためにって。優しさから来る愛情だから取り返しがつかなくても価値確定なんすよ。純愛極まる。アニメ初見だったんだけど、スカートまくりでヒンメルの思いに気づいたマジか。そしてもっといい感じのところで気づけよ自分。50年経ってるとはいい、ヒンメルだけなんであんなに年老いて縮んでハゲてたんだろう。幼馴染のハイターはあの時点ではまだまだ元気で、そっからもかなり長生きしたし。ワンチャン暗黒竜の角の影響説。仮に暗黒竜で寿命が減ったなら、白鳩が魔王軍の活動時期を早めるために魔王城に大ヒンメルトラップとして仕込んでたのかもしれない。ヒンメルは勇者なんだ。魔王を打ち倒す勇者であり、いろいろ足りないエルフに挑む勇者でもある。花畑を出す魔法を見せてもらってから花言葉とか勉強してそう。あなたの考えもぜひコメントで教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。これからもフリーレンの動画をどんどん投稿していくので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。